クランプは本当に好きで、ね、これきっかけがアニメ関係の仕事をしてるお父さんを持つ幼なじみが保育園にいて、でその子が「カードキャプターさくら」の初版本を持ってきてくれたんですよ。でなんかすごいドハマりしたっていう。それはまあもっとその私とその同性の友達との間の友情の上に成り立ってる。なんか好きだったんですよね。もうクランプはひたすら自分のなんだろう、なんかツボにすごく入っちゃって、なんか誰ともシェアしたくないっていうレベルで、なんか私がこれを好きっていうのを友達ともシェアしたくないっていうレベルで好きで、やっぱなんかイントゥーしすぎちゃって、なんか冷静さっていうか、その一応表現者として生きてるので、なんだろう、なんかプロ意識よりもこれ好きだっていう感情が勝っちゃう気がするんですよ。で、私も距離を置かなきゃなって思ってるんで、あんまり見ないようにしてるんですよね。好きだから。好きすぎて。なんかすごい、これを一番好きなのは私しかいないっていうのが望ましいっていうぐらいにハマったっていう。